娘から口伝。南野みたいな髪型にしろ。前田大然が変身した姿で日本代表に帰ってきた。トレードマークだったスキンヘッドは黒髪が短く輝く刈り上げヘアに変化。前田によるとスキンヘッド卒業はまな娘からの狙いだった。一番上の子供がもうすぐ5歳になるので、そろそろボスが嫌みたいな感じで言っている。さすがに娘には嫌われたくないので、娘の言うことを聞いておこうかなと思って伸ばし始めました、と照れ笑いを浮かべながら貸した。娘には弱い激甘パパのところもいいよね。もしかしてヒゲもそのうちなくなる日が、急に若返る日が来るかもしれないな。髪の毛がある大然もいいね。サッカーと髪の毛どちらも着たい。マナ娘の希望なら仕方がないな。ウォーズしか見たことないけど普通に長髪も似合いそう。髪の毛の抵抗で持ち味のスピードが生きないので剃ってください。そこで気になるのは今後の理想像。すると前田はそういう話に子供となって代表の集合写真を見せたら南野匠を指さしたと驚きの告白。誰か今すぐこの前田に物王の髪型を与えてくれ。だいぶ時間かかりそうで草。滝みたいな髪型の大前とか想像できん。物王のような髪型になるにはおそらく2年ぐらい必要。顔までは変わらんぞ。